こんにちは、マッキーワークスです。前回の続きで、アディクションさんから、2020年12月中旬発売の、パンデムやり、あ、パンデム GXPA16、の、今回は制作過程になります。で、前回ねアディクションさんに取材行っていろいろ説明してもらいましたが、まあ、言うてもラジコンなんで、走行動画ねもう少し、見ていただこうと思いますけど、こう結構走ってる姿がかっこいいし、可愛いんですよね。で今回僕は、四駆に乗せましたボディを、ですが、ちょっと今回目指したのは肉と一緒に走れる四駆ちゅうことで、動画撮ってきたんで、ご覧ください。さてどうでしたかね。可愛いですよね。でちょっとね動きがコミカルに見える、まあ四駆なんでね、よく似合うと思います。で、まあ、前回の説明の通りちょっと寸法おさらいしておきます。ボディの、はい、ホイールベースまず、257mm です。で、フロントが、192っつったかな、リアが195っつったかな、はい。で、こういう、パーツがついてます。僕は今回使ってないですけど、
ここのねモールの部分カットして、はい、で、この内側からね、接着するようになってます。はい、はい、こういうの付属してるんです。はい、でこれを使うことで、フロントが200、リアが202になるっていうことです。はい、まあ肉に乗せるとどんな動きになるか、そっちもね楽しみなんで、皆さん、やってみてください。で気になるところですが、リアのオーバーハングねがほぼないっていうことだったんですが、こいつがね、ホイールの中心から後ろのドンまで約50ミリ、50ミリです、はい、参考にしてください。ちょっとね僕の場合どうなってるか、ボディ開けてみたいと思います。さて、前回の動画でもねコメントいただいてたんですけど、各ね寸法からしたら、タミヤのねシャーシとかぴったり合うんじゃねえのって意見があったんですけど、そうなんですよね。多分タミヤの TT02 とか01とか、結構それに乗っけてダートなコースでラリークロス的に走らせてもかっこいいと思います。じゃあ中身なんですけど、ボディ外してみたいと思いますよと。はい、はい、僕は使ったシャーシが、MST のトリプル XVIP っていうシャーシです。ちょっとね一昔前のシャーシなんですけどね、今回ちょっとサイズが特殊なんでシャーシを用意するのが間に合わなくて、製作期限が1週間しかなかったんでね。はい、でボディマウントなんですけど、これは通常のマグネットで、はい、前はいけてます。で問題の後ろなんですけど、僕はですね、こんなところにバッテリー入れてるんですね。バッテリーホルダーはこんな感じで作ったんですけど、はい、リアのショックターンとかからこのビス止めしてるんですけど、これは、長穴を開けて、高さをね調整できるようにしています。で、こう L 字でこういうパーツを作って、で、それにビス止めで上にこの白い部分です、バーを作って、でボディに合わせて角度斜めにつけて、でマグネットはこっち側に仕込んでます。はい、これマグネットです。はい、でボディ側はなのでこの辺にマグネットがいてますよということになってます。はい、これ材料なんですけど、これはカイダックプレートの2ミリ、僕のね動画でね、ずっといろいろ説明してるんで、カイダックプレートね、安いし加工しやすいしで、熱で炙って曲げるんですけど、固まると結構強度があるし、でまたね弾力もあるんです、衝撃に対して。はい、すごい便利な素材なんでね、これでいろいろ作ってみてください。でかけちゃんは、今回ガルムに乗せてたんですけど、そちらはこんな感じですね。はい、さあリアの感じね、ちょっともう一回バッテリー乗っけて、こういう状態なんですけど、はい、もう一度測ってみましょう。よっ、このホイールの中心から、だいたい50ミリ、50ミリぐらい、はい、これでボディがギリ収まるぐらいです。はい、上は大丈夫ですかね。上は結構余裕あるんで大丈夫ですね、こんな形なんでね。はい、はい、
あ、ほら、言うてる間に10分経ってもうた。10分の動画、こっから制作を編集すると30分か40分ぐらいの動画になる。あんまり長い動画だと眠たくなるんで分けます。はい、じゃあタイトルどうすんねん。タイトルは、タイトル、じゃあ今回は走行とシャーシの考察、次回は、塗装と組み立てでいっか。適当やな。はい、じゃあ次回続きやります。はい、飯食います今から。はい、じゃあまたね。